とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日はタワー完全攻略やっていきたいと思います。それでは行きましょう。今シーズン意外と難しいです。意外と難しいなので、ところどころ注意するところがあります。そこをね、ちょっと説明しながらやっていきますね。まず1回もちょっと難しいのよ。あのエンチャンターが3回出てきて、で特に、下の1体を倒すのが結構重要なんだよね。無理に下に突っ込んでしまうと敵のね猛攻に遭ってしまいますので、下のエンチャンターを倒しに行くのはある程度、タイミングを見計らっていくようにしてください。おっと、あと1体ぐらいいるのか。あー、2体いた。 OK、 はい、では1回クリアです。装備はね、なかなか悪くないのがありますよ。パワーシェイカー持っていきます。次、序盤はね、まあ1回がちょっと注意なだけで、そっからはそんなに難しくはありません。ドンと。OK。まずはパワーしていきます。で、いきますか。はい、おしまい。2回クリアでーす。これ、バーストを取っていきまーす。で、エンチャントで、超弾ボーナスショットですね。まあ、すぐには使いませんけども、あとあとちょっと使います。はい、3回も特に問題はないと思います。クリーパーがね、なんか出そうで出ないんですね、今回ってね。意外とクリーパーが出そうだけども出ないんだよね。よし、 OK、 終わり。3回終了。次で、ここで汚染された種ですね。この種があると、あのこの貝が結構楽になります。クリーパーがいるからね、あれが急に出てきた時に、対応しやすくなりますので、 OK、 できれば持ってた方がいいですね。緊急回避の意味も兼ねて。よし、はい、4回終了。まあ、クリーパーだけ注意してください。あとは特に注意することないかな。ここは何もいりません。でエンチャントで、長弾を多めに入れていきましょう。 40% あればまあ大丈夫でしょう。でここもね、結構嫌な敵が多いんですけども、まあ、パワーシェイカーとかあるんで、まあ、大丈夫だと思います。OK。OK。よし。OK。いいですか？おいし。おー、意外としぶとい。で、箱はね、取り忘れないように、しましょう。で、あと上にちょっと強力なやつがいて、おしまいですね。こいつだけ結構 HP 高いです。攻撃力も高いんで、5回終了。何もいりません。で、ここも、クリーパー出るので注意してください。まあ、基本的に弓で倒すか、危険だと思った時には種を使って回避していきましょう。よっしゃ、オッケー。もう出ないかな。よし、終わり。いや、まだいる。6回クリア。どんどんいきましょう。で、ここで森の矢筒取っていきます。OK。
結構序盤からアーティファクトをたくさん取っていってますね。オッケー。まあまあまあ森の矢筒があると結構楽しく戦っていけます。オッケー。意外と敵の火力が高いからね、まあ、一応注意していきましょう。でここですけども愛のメダルを取っていきます。汚染された種と交換でいいです。この愛のメダルが、後々結構重要になってくるかなと思ってます。 OK やんで森のやつがあるんでね、そこまで段数の心配をしなくていいかな。いけで上にリープリープがまたいるんでね、そこは OK パワーシェイカー使っていけば問題ないでしょう。8回クリア。次でここでサイスを取っていきます。うん、両魔王のも良かったんだけども、サイスの方がね、エンチャントが若干良かったのよ。なので、こっちを採用してます。エンチャントは、エイリと追い打ちでいいと思います。で、ここで防具が弱かったらどうしようもないので、傭兵を上げていきますね。さすがに初期防具で10回以上となると結構きついんですよ。なので、こんな感じでやっていきましょう。まあ、防具は後々変えるんで、ちょっとね、パワーアップしたのがもったいないんだけども、まあいいでしょう。はい、ボスでーす。パワーシェイカーは、雑魚が出るまで、取っておくといいと思います。雑魚が出たときに、パワーシェイカーで、一気にやると、結構ダメージを与えることが、できますね。愛のメダルはね、あんまり使わない方がいいかもしれない。使ってもいいんですけど、ちょっとね、敵が壁になって動きが悪くなってしまいますので、愛のメダルではなくって、もう、殲滅していった方が間違いないでしょう。で、ハープーンでーす。いきまーす。で、ここ、タワーレース出るので、注意してくださいね。あいつ結構ダメージもらい出すと結構痛いので、 OK いけ。でこういうところで愛のメダルが結構役に立ちます。でもね、タンクになってくれるってすごくいいんですよね。 OK いい感じじゃないですか。はい、11回終了。次何回だったかな、16回か7回ぐらいが一番難しいので、そこを注意していきましょう。でここドラを森の矢筒と交換していきます。パワーシーカーの方がパワーは低いんですけども、あれはねまだちょっと使い道があるんですよ。なのでちょっと取っておいた方がこれはいいかなと思います。オッケー、いいね。最初のね、クリーパーがぶわってくるところ、あそこさえなんとかなれば、結構楽になりますので、あそこをね、お、いいね。パワーシェイカー使って、あ、パワーシェイカーじゃない。愛のメダル使って、抜けてしまえば、大丈夫かと思います。ここ何もいりません。ここ普通に行くと結構きついんですけども、ロイヤルガードを、よし、愛のメダルにかけると、劇的に楽になります。とにかくロイヤルガードがこう、うざいのよね。あいつさえなんとかなれば、本当に楽です。よし、はい。ぽいぽい。いい感じじゃない？そうでもなかったか。よし、
いないね。OK。で、ここは愛のメダルを使って暴れさせてあげましょう。いいね。危ない危ない危ない。危ねえ、危ねえやつがおった。危ねえのがおったな。はい。結構、ところどころに強力なやつが混じってるので、そこをね、しっかり倒すようにしていきましょう。何もいりません。で、ここもクリーパーがいまーす。愛のメダルを使っていきましょう。で、クリーパーに愛のメダルを当てないようにね。クリーパーに当てちゃうと、ちょっとやりにくくなってしまいますので、そこだけ注意。OK。クリーパー以外だったら、まあ、大体 OK です。OK。いいんじゃない?で、愛のメダルがそろそろ回復するので、いっちゃえ。いいんじゃないですか。はい、14回終了。んーで、14回です。ソーブレードですね。あぶねえ、違うの取ろうとしてた。ソーブレード取ってください。まあ、若干なりとも火力があれがありますので、この火力が、重要です。お、俺、エンチャント全然入れてなかったじゃん。エンチャント入れていってくださいね。まあ、特に、何でもいいと思います。防具にはいりません。防具には入れなくていい。これで武器と弓に、ちょっとずつ入れておけば、いいです。うん。まあ、本当の装備になった時に、本気が出せればいいんで。OK。まだ全然武器性能だけで倒していける感じですね。えい。ここもレース多いので、ここを注意してください。レース多め。OK。毒が痛いんでね。まあ、出た瞬間に潰せれば、それが一番いいです。はい。あともう少しかな。よし。終わり?はい。15回終了。多分そろそろじゃないかな。あ、違うか。もうちょっと先か。うん。あ、で、ここで、アップドラフトとパワーシェイカーですね。変えましょう。パワーシェイカーもうね、だいぶ、パワーがありませんので、変えていって OK です。心配な人はここはね、後で開けるようにしましょう。これはいいかなと思うんで、最初に開けに行ったんですけど、結構注意しないと敵多いのでやられちゃうと思います。まあ、注意していきましょうね。おっしゃ、いいね、いい感じ。ちょっと待って待って、お前どこ行くの。 OK。 で、あと1体倒してね。はい、16回終了です。で、ここで防具をスケールに変えていきます。スケール、まあ、若干耐久力ありますし、火力も上がるのでいいと思います。で、エンチャントは別に入れなくて OK。 この防具もそんなにいいエンチャントはついてないので。ナイス。あ、ミスった。あ、違う違うミスった、完全にミスった。愛のメダル使おうと思ったら間違ってドラを使ってしまいました。うん、まあ、とにかくタワーガードね、あいつを愛のメダルで仲間にしましょう。だいぶ強いですよ。で、持って、危ない、食らってる。よし、はい、17回終了。で、ここでメイスと変えていきましょう。ソーブレードもいいんですけども、メイスの方が、ここは倒しやすかった。うん、で、重要なエンチャントが
強打です。うん、強打。プラス、衝撃波と弱体化を少し入れておいてください。ここはね、これで、ゴリ押しして倒していくのがいいです。ネクロマンサーか。あいつがね、出てくる。あぶねえ。で、出る場所っていうのが、もう決まっているので、そこをね、出た瞬間に潰せれば、いいですね。あぶねえ。なんか攻撃が全然できなかったな。オッケー。ちょっとあんまりうまくいったとは言いにくかったんですけども。まあ、とにかく敵が出るところ。そこで、ドラやら、愛のメダルやらを使って倒していきましょう。はい、何もいりません。蜂もいいんですけどね。蜂もいいんだけども、今回は、敵が結構強いので、愛のメダルの方がいいような気がします。はい。で、ここで、ハイランドアーマーに変えていきまーす。いきましょう。で、ボスですね。ボスは、まあ、ドラを使って、サクサク攻撃していきます。OK。で、ザコが出てきたら、アイドルだね。一発食らった。よし。いけた？おっしゃ、オッケー。よし。終わり。まあ、若干時間かかったけどね。まあこんな感じです。はい。で、ここでね、弓を変えます。コグ、このコグがとにかく強い。テンポセフトと、虚無。で、マルチショット、あ、2ですね。入れていきましょう。重要なのは、まあ、全部重要だけども、虚無と、テンポセフトが重要です。しゃあ。ここ上げとこうかな。上げておくと、まあ、たまにラッキーなこともあるので、ないでしょうか。これエンダーマイトばっか出んのよね。あんまり出なくていいんだけど、エンダーマイトばっかり出ます。よし、 OK。 でこういうね、ザコがちょびちょび出てくるところでソウルが貯めれないっていうのがちょっと悔しい。まあまあソウル使わないんだけど、使わないんですけどね。こういう雑魚とか草刈りの時に使えないっていうのはちょっと悔しいね。終わった？よし、ナイス。21回クリアです。ここは何も言いません。取らずに行ってください。んで、ここはまあ、弓を使っていったりすれば早いですかね。火力がね、ものすげえのよね。あー、うまいこと当たらんな。よっしゃ。この愛のメダル持ってるとね、どうしてもクールダウンが欲しくなる。欲しいね、めちゃくちゃ合うから。おい、なんか固まったぞ。よう固まるね。いけ。よし、ナイス。で、あっち側にあと何回あるかな。まあ、アップドラフトで一気に攻めまくり。よし、終わりかな。はい。では、22回終了です。ここで、両刃斧と変えていきましょう。で、エンチャントですけども、強打と衝撃波と爆発です。
パワーでね、強だと、村人の破滅、あれかなりいいよ。むちゃくちゃマッチする。よし、まあ、普段と使えるエンチャントってやっぱ違いますよね、このタワーっていうのはね。いいんじゃないですか。はい、いけ。愛のメダルは極力強いやつを仲間にすること。よし、雑魚ゾンビとかはねちょっと微妙なので。はい、でここでスノーです。スノー、重要なのはポーションバリアですね。ポーションバリアがねないとちょっと安定しない時あんのよ。なのでポーションバリアをアップやってしもうた。あっすね、入れていきましょう。いくぞ、ポーションバリア入れてガシガシいっちゃってください。これ最初が結構重要だからね。おーおおお、食らってる食らってる。よし、いいんじゃない。はい、ここ結構敵多いんでやられる人多いと思うな、ここは。うん、24回は意外と注意が必要な回だと思います。ここは何もいりません。はい、25回。まあまあ、あそこはほんとね、ポーションバリアよ。ポーションバリアでラビジャー2体を同時に撃破できればすごく楽になる。さあ、よし、意外とここ敵がね後湧きします。湧くのよ。あと1回来たかな。いや、来ないか。あ、やっぱ来た来た来た。意外といるのよ。よし、いや、まだ、あ、やっぱいたわ。オッケー、愛のメダル。ありがたい、矢筒本当にありがたい。まあ、今回結構使うからね矢を。まあ、何でもまあなんとかなるにはなるんで。よし、危ない危ない危ない、危ねえ。よし、終わりか。あれ、いた、そこに。はい、仕留め間違えたね。25回クリアです。でここでまたスケールメール変えます。これがポーションバリアも入ってるのでこっちがいいですね。ポーションバリアとでサプライズギフト入れてください。2でいいです。 100% にしておきましょう。そうするとポーション使った時に結構お得なことが起きますのでおすすめです。でここ、敵がねバッともうちょっと下出てきますのでそこで愛のメダル使ってあげるといいですね。いいね、よっしゃ。いや、ミスったか。いや、大丈夫か、ここだったか。まあいいや、今のタワーガードですね。でも大したことなかったし、いいです。 OK。 で持ってこれでおしまいっすね。矢が出たけど取らなくていい。もう十分十分、ここは何もいりません。でここがね結構難しいのよ。ここは難しい。でもポーションバリアがあれば本当に楽になりますのでぜひポーションバリアを。で使うところが難しいのよね。まだね使うべきじゃない、まだ違う、タイミングがあるのよ。まだこいつらは大丈夫。あ、でも今回囲まれなかったな。ここで囲まれたらあの愛のメダル使った方がいいんですけど、別に囲まれなかったんで、まあ、あとはどこでもいいです。
いや意外と楽勝でいけた。さっきのところがね結構きついんですよ。よし、であと1回湧いておしまいかな。あー最後が結構きついか。うん、でも愛のメダルがあると本当楽になる。うい、27回クリア。まあポーションバリアは保険ですかね。うん、保険保険で、ここでクレイモア取っていきます。これがないとちょっとボスがきつくなるんでね、ぜひ取ってください。でエンチャントですけども、衝撃波と吸血入れておけば、あとはどっちでもいいです。爆発でも、火属性でもどっちでもいい。俺は火属性の方を入れていきますかね。でここも結構きついので注意、危なくなったらすぐポーションバリアで愛のメダルを、痛い痛い痛い、うまいこと入れていければ倒せるんですよね。 OK、 結構敵の火力が高いんでちょっと注意していきましょう。危ない危ない、よし、できればそこにね愛のメダルを使って突っ込みたいんですけども、ちょっとクールダウン中でした。よし、終わりか。28回終了です。何もいりません。で承認、さあここであげるのはコグです。武器と防具もまあ上げてもいいと思うんですけども、そこまでパワー変わらないんですよ。工具を上げた方が、あの火力は確実に上がるので、こっちの方がおすすめかな。うん、でエンチャント、入れていきましょう。ポーションバリアを3ぐらいにしとけば間違いないです。出てきましたら弓を打ちましょう。まずとにかくテンポセフトを入れるっていうのが重要です。テンポセフトがかなり重要、あれを入れるようにしてください。で遅くなったところを、ドラとかを使って一気に攻め上げてくださいね。あ、 OK、 まあまあまあかな、まあまあそれなりのダメージでしたね。うん、まあ次で倒せます。弓を打って、ドラアップドラッドで終わりかな。おーい、若干動いとったぞ。うん、当たってない。おー、最後のとどめが当たってなかったですね。はい、ではクリアです。結構難しいのでね、今回ちょっと注意するべきところを注意していってください。勇者いいぞ。でも重力パルスの勇者とかいらんからね。なんだ、いらんはい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。